さあ、やってまいりましょう。バイオハザードビレッジ。ということでね、無事にいろいろとね、バイオハザードクリアすることもできましたので、まあ、エキストラポイントっていうのがあって、まあ、ここのボーナスのところですね。で、まあ、エキストラコンテンツショップっていうところで、まあ、フィギュアと、まあ、それからまあ、アートワークっていうのをね、もう全部買い占めてやりました。まあ、レコードはね、まあ、全然まだやってないんですけど、とりあえず、この収録までに一旦、シャドウオブビレッジっていうのをクリアしました。まあ、最高難易度ってやつですね。まあ、難かったね。まあ、とりあえず無限武器を使ったんで、普通にクリアできたんですけど、体力回復の効かないハイゼンベルク戦、マジで何回やり直したんだろうってくらいね、もうデスカウンター最高記録更新みたいな感じだったんですが、今日は何をしようかというと、まあ上から順にね、やっていこうと思いますんで、まあアートワークを今日は皆さんと一緒に見て、で、明日ですね、まあフィギュアを鑑賞していきたいと思います。まあ、要は、得点、まあクリア得点ということで、まあクリアした人しか見れないものをこう舐め回していこうっちゅうわけなので、今日アートワークからやっていきましょう。はい。ね、120枚あるんでね、毎サクサクやっていかないとものすごいことになると思うんですけど、まあ、とりあえず1枚目からやっていきましょう。はい。アートの切り替えは Z と C でいけるっていうことですね。OK。まあまずはね、もうイーサン、ミア、ローズっていうことで、なんか、あれだね。あれ？ローズはまあ OK ですけど、車椅子、当初ミア前作、ああ、なるほどね、車椅子で生活している。はあ、はあははあ、それこそエブリンみたいなあれだよね。ただ当初あれだね、なんかちょっと老けてる感じしますね。ちょっとコーヒー飲んでる。じゃあ続いていきましょうか。はい、あ、ローズマリー・インスターズってことでね、真ん中がね、まあ、イーサンの別れ際にもらったジャケットを着ているっていうことなんですけど、まあ本編はそうでしたよね。左側が気になるよね。真ん中完全にエブリンのあれだよね。エブリンの印象も残す狙いで キーカラーを緑に設定してた。当初は死んだイーサンの仇を撃つという話も出ていたと。まあ仇撃ちたいっつってもね、誰に仇撃つんだって話ですもんね。そう考えたらね。まあ2枚目こんな感じ。てかこれあれだね。こうしておいた方がいい。あ、でもこうしたらあれか。全部消えちゃうんだね。まあいいや。下が、右下があれですね。でもこれだからドナのやつに似てるよね。うん。まあ続いていきましょう。はい、出た、クリス。まあ真ん中と左側でね、右側のクリスだいぶ渋いっすね。うん。まあ、アートデザインメモ、クリアデザイン、クリスデザイン。当初、私服で自宅を訪れる予定だったハウンドルスクワットの呼び名はアルファ。あ、ちょっと間違えた。ごめんなさい。で、クリスが発砲したミアはミランダが擬態していたものだった。BOW であるローズを保護しに来たが、ミランダの手によって奪われてしまう。ミランダの野望を阻止するべく、ハウンドウルフを召集するということですね。これ、なんかさ、エンディングの時に最後、こう、車の右側を歩いてるっぽい人の、なんか影が見えてたじゃないですか。あの姿もしかしたらこれかもしれないですね。あの右側のクリス。かもしれないですね。うん。じゃあ行きましょう。続いて。はい。誰っていう話ですね。はい。ビレッジ初登場のクリス率いる特殊部隊、ハンドールスカットですね。それまでの歴史の裏で暗躍してた組織、今作でライカンを狩るために生まれたことからハンドウルフと、ほうほうほう、そういう意味があったんですね。ちょっと間違えた、間違えた。で、左からベテランスナイパーであるアンバーアイズ、若手のハンドラー、犬疲れ、K9、機関助手、ロボ、通信兵、ナイトハウル、女性ダイバー、元麻薬取締役、タンドラということですね。全員服装が違うだけで、ほぼほぼ変わんないって感じですね。はい、じゃあ続きましょう。はい、ということで、ルイザの家で出会う村人のデザインが、左からエレナの父、レオナルド、エレナ、ルイザ、ユリアンということですね。レトリーバーじゃないですよ。で、今回村のデザインをゴシックらしさと現代らしさを織り交ぜて一貫性を作っていくために、60年代のニューロックの衣装や髪型がモチーフになっているということなんですけど、まあなんか、結局レオナルドも、エレナも、まあまあ、ルイザとね、ユリアンはもう、モブキャラの、中央のモブキャラだったんで、あれですけど、ヘレナとか、あ、ヘレナじゃねえ、ヘレナはあれだ、エレナは、ね、お前は死んだはずじゃなかったの？いや、実はあの後、奇跡的に私生きてたのって言いながら、こう何か、こう、ボスキャラ的なやつに変化していくっていうオチをちょっと期待してたんですけど、まあ、なかなかそういう感じではなかったですね。はい。ということで、次行きましょう。はい、モブキャラパート2ですね。ルイザの家で出会う村人デザインが、左からセバスチャン、アントン、ロクサーナ、預言者。ね、まあ、彼らに名前があったんだっていう感じなんですけど、まあ、それあるわなっていうところでね。まあ、やっぱり案の定ね、預言者に関しては、まあ、マザ・ミランダっていうことでしたけどね。まあ、どう見てもなんかね、服装の変わった、
皇帝感があるけどね、あのあれですよ、スターウォーズに出てくるね皇帝って感じしますね。まあデザインはなんかカラスのなんちゃらカラスの女王様かなんかそんなんだったかな、違うな、なんかあるんですよ、うん、ウィキペディア見てください。でデュークですね、武器商人、当初は馬で失踪して登場するシーンが想定で開発途中で没になった。まあ、確かにね、なんか このキャラがめちゃめちゃ激しく動き回っているっていうのを見たらなんかちょっと引くかもしれないね。うん、なんかモッドによるとバイオ4の武器商人が出せるモッドもあるみたいなんで、ぜひ興味ある方試してみてください。じゃあ次、あ、カドゥ、まあ、金婚ですね。はい、ビレッジでキーとなる武器生態と村の紋章のデザイン、カラスの4枚刃は4貴族を示しているということで、じゃあ残りの2枚は何なのって言うと、多分あれマザーミランダの羽のことなんでしょうね。あの6枚奥になるってことはね。うん、はい、まあ、金婚がそのものの形してましたよね。じゃあ次行きましょう。はい、お、各結晶ですね。はい、敵を倒すと得られるオーナメントのデザイン、寄生体の細胞が死ぬと白く結晶化する。結晶化、あ、そうかそうか、なんかあの白くなっていくってやつですね。ただアンジーに関してはそのままアンジーだけどね。じゃあ次行きましょう。はい、あ、これかっこよかったね、一個一個のデザイン。個人的に好きなのはやっぱりハイゼンベルクの馬の紋章ですね。はい、四貴族の家紋のデザイン、ドミトレスク家は花と剣で豪華なんだ、豪華絢爛だったっけな、豪華絢爛さと女性的な紋章が吸血鬼を連鎖させる十字のように見える、それから続いてベネビエント家は月と太陽で幻覚と現実の二面性を出しつつ、黒い影のドナと白く明るいアンジーらしさもおります。まあアンジー相当口悪かったですけどね。でモローは半魚人をストレートに出したデザインで、どこか女性らしさを出すことで不気味なモローとギャップを出したかった。ハイゼンベルク家は、鉄鉄と馬を使って勇ましさと男らしさを出しつつ、チェスの駒に見えるように遊び心を織り交ぜたデザイン、初期は各貴族の本にはめ込まれていた。アンブレラマークに見えるものはカラスの羽を示している。はあ、そういうことだったんですね。まあ、アンブレラマークはここからこの村のデザインから取ったって書いてましたからね。うん、じゃあ次行きましょう。はい、あ、ライカンですね。ライカンのベースデザインはコンセプトは原始的なゾンビだった、また野生的で狼男にも見えるようにバランスを取っていたということですね。まあ、確かにゾンビらしい目とね、狼男らしい歯と、まあそれから髪型って感じですね。うん、まあ動きもまさに狼男でしたからね。まさかそこにこうバイオを持ってくるなんてことは、バイオビレッジが出た当初は思いもしなかったですけどね。ここら辺がさすがカプコンさんって感じしますね。ライカンパート2ですね。馬に乗ったシーンって最初だけだったね。ライカンのデザインバリエーション、今までのシリーズよりも多彩さを出したかった。まあ、確かに多彩だったんだけど、まあマジになんかバイク乗り回してっかんね。そこに比べたら馬くらいやれよって思うけど、まあ馬来なかったですね。馬来たたら、まあ、どんなあれだったんだろうね。イーサンも馬に乗ってとかかな。左のライカンいたっけ、あんな髪の毛長いの。まあ次行きましょう。はい、でこれが、ライカンから発生した、バルコラックですね。体毛と髪の毛の境目がなくなり、髪の毛も人体にかかる負荷で白髪になった。白髪だったっけ、今度戦うときちょっとしっくりと見てみよう。なんかあれだね、ドラゴンボールでいうとこの、フリーザ、フリーザ 第1形態みたいな感じだね。でウリアシュ、ウリアシュのデザインがライカンのボス的な存在、もともとは村を治めていたオサの慣れの果てのイメージ。オサ、強え。ウリアスストレージはこの兄に当たる設定。へえ、そうなんや。知らんかった。へえ。らしいですよ。あの、背中触手ウニューニューさんね。うん。ということです。はい、ウリアシュ。で、続いて、出た、ドミトレスク。ドミトレスクはなんかデザインアートも、事実も、現実、実際のやつも変わらない感じですね。ドミトレスク夫人のデザインが衣装や髪型などは村人と同じ1960年代の入力系でまとめた。デザインのきっかけになったのは日本の都市伝説にある八尺様。胸につけているのは魔女の三姉妹のイメージした3つの黒いバラ。ドミトレスクは吸血鬼がコンセプトだった。なんか現実に存在した殺人鬼をイメージしてるらしいですね。なんか僕個人的にはあのマリリン・モンローかなと思ったんですけどね、全然違いましたね。はい、ここで、三姉妹ですね。三姉妹も、なんか、フード被ってるから分かりにくいですけど、茶髪、黒髪、金髪とそれぞれあるらしいですね。うん。で、左からベイラ、カサンドラ、ダニエラ。で、額には鼻のタトゥー、鼻の紋章のタトゥーが入っているということですね。まあ、それぞれまた、それぞれ戦ってるとこ見てみていただけたらと思います。次。あれ？モロアイカだよね。モロアイカ右どうしてもライカに見えるけど、気のせいかな。城の地下で登場する女性型の敵、村の男性、は生き血を取られる生贄として、女性は地下で寄生体の実験の奴隷として監禁されている設定と。分かりにくいが、城で登場する敵は全て奴隷だった女性たちということですね。
何年間もね、生き血を割りながら、こう、モライカとして生きてたってことの設定ですよね。で、続いて、傘下ですね。傘下、完全老婆だね。城の、ごめんなさい。城の屋上で登場する飛行型の敵。こちらもモロワイカ同様、元は奴隷となって出世したし、血を吸うためにし なるほど。なんか、飛ぶことができるようになったリッカーって感じだよね。だって、ね、右側の絵なんか見てもらったら、目がないからね。どうやって反応してたんでしょうか。気になるとこですね。ドミトレスクですね。はい。夫人の変質型、ドミトレスクのモチーフは、ドラキュラは竜の子という意味合いを持つことから、ドラゴンと竜、中、吸血氷を織り交ぜた、吸血氷？コウモリを織り交ぜたようなデザインで進めた。一見ドラゴンに見えつつも、夫人のカラーイメージである白、赤、黒を使い、バイオハザードとしてのクリーチャーのデザイン要素を散りばめている。鱗に見えるのは細胞がコブ状に隆起したもの。四貴族の変異ボスはそれぞれ増殖をテーマにしたので、吸血鬼の象徴である牙を異常に増やしている。まあ、なんか口が4方向に開いている感じでしたね。なんかバイオ2の G みたいなイメージがありましたけどね。さ、G5 かな。はい、次。なるほど。で、ドミトレスクですね。まあ、これを初めて見たときに、もうサラザールに見えましたけどね。婦人変異の詳細なデザインが、背中に生えている婦人の本体部分の格納方法が描かれている。格納されてなかったけどね。 また寄生体の影響で拡張した婦人の細胞が線状に広がっており、髪の毛にも見える。ね、なんか自由を手に入れたサラザールって僕ね、確か実況で言ってましたけど、そんな感じですね。はい、次。おお、ドナですね。人形使いのドナとアンジー人形のデザインが、死を連想させる喪服のような衣装に身を包むドナと、対となる生を連想させる花嫁を思わせる衣装のアンジーの、対比を描いた。アンジーの人形の顔は、ベネビエント家の家紋をイメージにした月と太陽がモチーフになっている。ドナの顔も同じく家紋の月に当たる部分に寄生体が侵食しており、皮肉にも2人とも家紋に見えてしまっているコンセプトはゴーストだった。だから絵本で言うと、この死神って感じですね。はい。で、ドナの肖像がすごい美人だったんですけどね、ちゃんとした顔をね、死に顔しか見ることができなかったんで、本編では生の顔も見てみたかったなって感じですね。アンジーの顔もよく見ると、確かに左側が三日月ですね。はい。じゃあ次。各人形ですね。ドナに作られたベネビエント家。あ、ドナが作ったんだ。真ん中のピエロが個人的にいいね。だから僕ね、フランス人形とか日本人形とか怖いと思っちゃう派なんでね、多分本当にドナのお屋敷を初めてプレイした時も怖すかったっすわ。出た、ベイビー。生後2、3分、2、3分で体高1メートル80センチ、全長2メートル30。人形から生まれた怪物、へその緒を引きずって早走り、イーサンをパパと呼ぶ。かろうして左目が開く。右目開いてないんですね。何でも口に入れたがるので、ターゲット見つけ次第食べる。大量によだれが出ている。歯はない。歯がないってお年寄さんの実況で言ってましたね。手足赤ん坊のヤシルエット。アートデザイン、ベビーのデザインが生後2、3分、女の子、ミアの人形から生まれた怪物、へその緒を引きずってハイハイしてる、イーサンをパパと呼ぶ。軽し、ああ、これは同じですね。はい。いやー、これ初めて出た時、ほんとビビったなー、マジで。2回目の登場の時、あれは本気でビビった。なんか、他の実況者のとこも見たけど、あそこでやられたっていう人結構多かったですね。まあ、2周目以降は、なんか行動パターンとかも分かってきたから、だいぶ楽になったけど、まあ、初手これやったらマジでバイオトラウマになるわなっていう人多いかもしれないですね。じゃあ次、当てた、モローですね。はい、モローのデザインが、村人の骨などで自作した王冠をかぶ、趣味悪。四貴族の中で一番寄生体に侵食されている。なんか、左とかまさに、右側とかまさにそうですもんね。目はどっから入ってんのって話ですけど。ハンギョジンがコンセプトで、バイオハザードの世界観ながらも、海洋生物の不気味なパーツをそれぞれ組み合えて、組み合わせていくことでシルエットを探っていった。シリーズは珍しく、寄生体に大幅に侵食されながらも、人の言葉を介し、コミュニケーションが取れる稀有な存在。背中は、脳が肥大化したように見せつつ、目玉らしきものが生まれている。デザインのきっかけになったのは日本。おお、葉っぱ。確かに、でも、皿どこ？まあ、唯一なんか、あれだね。従順な貴族だったって感じしますね。じゃあ次。モローですね。モローの変異した姿、より水生生物のシルエットに近づく。それぞれ4貴族のボスの変異か増殖をテーマにしている。モローは目玉をコモリガエルの卵のように増やしていった。魚のような変貌を遂げながらも増殖した手足の延長で両生類のような動きを目指した。ということですね。これはなんかバイオゼロのラーカーとかがなんか合体した感じがしますけど、まあ個人的にはバイオ5に出てきたのはサカースとか言ってね、名前忘れた。アービングだ。アービングな感じがしましたけどね。動けるアービングみたいな。あ、歩けるアービングか。
はい。で、モローの変異で詳細、のデザインが、酸を吐く際の動きを伝えるためのイメージアートや、口の中にいるモロー本体のニュアンスも伝えるために書き起こしたもの。動きや技一つ一つに至るまでに不気味な水生生物らしさが出るように常に心がけたということですね。うん。まあ、右下の絵なんか見てもらったらね、どう考えても、セル第二形態の爆発する瞬間って感じがしますね。はい。じゃあ次行きましょう。ハイゼンベルク。ハイゼンベルクかっこよかったね。ハイゼンベルクのデザインがコンセプトはフラッケンシュタイン。あ、やばい。白髪混じりにすることでかっこよさだけなく、素やでラフな印象を出したかったハマキアキューバさんを愛用。まあ、あれだね。誰だったっけ、アリースター誕生に出てくるブラッドリー・クーパーだ。ブラッドリー・クーパーさん。って勝手に思ってます。まあ、フランケンシュタインだったね。はい。で、ハイゼンベルクが変異した姿。真ん中ら辺が顔ありますね。完全非対称な見た目でアンバランスな機械の怪物とかす、もともと工事に廃材として放置してあるスクラップが密集してできた異変のデザイン。ハイゼンベルクは戦車や飛行機などの兵器を所有しているだけでな、開発していくつも量産しているため、工場付近でスクラップが大量に置かれている。うんうんうん。コンセプトアート見ると、やっぱり、その各キャラのその裏側が見れるからすごい面白いですね。まあ、これを見たら、もうきっとって思っちゃいましたけどね。懸賞金4億7000万ね。ワンピース。では続いて、ああ、家具コアですね。はい。右下、モザイクかかってるけど大丈夫。ハイゼンベルク変異の詳細で、ヒルエットもともと、スプレンティッドロイヤルモスキャタピラーというガの幼虫のイメージだった。ほう。履帯のように動くことで、他のボスにないスピード感を出す狙いだった。はいはい。ああ、確かにキャタピラーいますね。出たこいつさん初見なかなかグロかったよね。ゾルダードシリーズのデザインが片手がドリルになっている。開発中の愛称はドリルマン。そのままですね。ゲーム中弱点となるリアクター部分は寄生体に取り付けられた内燃機関が食い込まれている設定。頭部につけているゴーグルはハイゼンベルクの制御装置。なるほど、これがないと暴走しちゃうっていうことなんですかね。じゃあ目ん玉ひむいてたやつ大丈夫なのかな。じゃあ次デッツァーパンツァーゾルダードのフルアーマー形態のデザインが、ハイゼンベルク兵士のキャラクターは恐怖だけの敵に遭遇する時の期待感を煽るために極力印象の異なる姿にしようと意識した。デザインのヒントにしたのは西洋甲冑。はぁ、なんか両手ドリルになったバイオ4に出てくるね、甲冑のやつみたいな感じましたけどね。いや、これ剥がすの大変だった、ほんと。じゃ、続いて、あ、出た、ジェットパック。ゾルダードのデザインが、開発中の愛称はジェットドリル。戦闘機のような頭部を持ち背中のジェットパックで飛行する。デザインのヒントにしたのは、カブトガニ。正面と背面で情報量のギャップを出して、裏面の気持ち悪さを出したかった。裏面なんか見れてないけど、まあ、気持ち悪いかどうかで言うと、キモいね。うん。レーダーとか発射してるね。じゃあ続いて、デッターシュツルム。シュツルムデザインが、頭部のプロペラは実はチェーンソーの三枚刃になっている。両手はプロペラを回す際邪魔になるので切断されている。当初ハイゼンベルクの実の父親だったという設定だったプロペラマン。はぁ、なるほどね。あれだ。アレクサンダー・アッシュフォードみたいな感じになっちゃうのかな。ということは、息子を止めてくれってか、娘じゃなくて。オッケー、じゃあ次行こう。あ、出た。お兄ちゃん。ウリアシュ・ストレージャーのデザイン。体内の寄生体が異常に発達している状態。均衡を守る門番のイメージ。最終的にハンマーではなく巨大メイスを振るうようになった。ウリアシュはこの弟に当たる設定。うん。ってことは、まあ、会長と町長みたいな。うん。まあ、村長と町長か。はい。じゃあ次。出た、マザー・ミランダ。マザー・ミランダ、もうちょっと美人の設定できなかったのかね。まあ、美しいけどね。この人の元デザインになった方を見てみたい。マザーミランダのデザイン構造カラスの蝶。そうそう、カラスの蝶だ。うん。ローズを狙う教祖であり、自分の姿を変えることができる擬態能力を持つ。背中の羽はカビでできたもので、自在に動かすことができる。古くからの支配を連想させるドレスの劣化が目立つ。悪の根源にあるミランダはヴィレッジのモチーフであるタリスマンにも見える。村を統治する証として、ストラには各貴族の家紋が描かれている。確かに。まあ、ボインでしたね。はい、次。出たミランダの変異状態。内側からカビの細胞が溢れ出し、口元や皮膚の一部が裂け始めている。確かに。背面の、後輪も背骨がより硬質化して、増殖したものがまとわりつき大きくなっている。百数十年生き流れている設定なので、最終的に元の加齢分が、なるほどな。
ミランダ戦はイベントライクではなく難易度の高いがっつりとしたボス戦を作りたいというコンセプトだったので、あえて人型から大きく屈折デザインをされた。うんうんうん。最初はなんかね、普通に人型でしたけど、第2形態がサドラーになって、第4形態が、アレクシア第3形態みたいになってましたけどね。飛行デザイン、飛行形態のデザイン。ミランダはカビのネットワークの力を使って、過去擬態してきた様々な生物の原子から戦闘に特化した生き物に変化する。ってことはカラスをイメージしたって感じなのかな。うん。爪が長いので切った方がいいと思います。で、雲形態のデザイン。もうこれはなんかね、サドラーなんだろうな。で、はい、絵本のコンセプトだと、ちぎれや飛び出す絵本をコンセプトに作られた、アンティークゴールド、メタリックブラック、スノーカラーに定めていたキーカラーということですね。はい、これまたね、別途メイキングと、それからフルバージョンの動画上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。で、これですね。絵本に登場する親子のコンセプトアート。イーサン、ミア、ローズを連想させるイメージ。女の子の髪の毛、髪の色などは本編で成長したローズに合わせた。なるほどね。うんうんうん。最初見たとき、ナイトメアビフォークリスマスかと思いましたけどね。うん。で、絵本に登場するコウモリのコンセプトアート。白いコウモリはドミトレスク夫人をイメージしたもの。近くにいる黒いコウモリは三姉妹をイメージしたもの。ドラキュラを連想させるために吸血コウモリをヒントにデザインされた。ということですね。確かに大きさが違うから分かりやすいかも。ビレッジフィッチュ、グリル、フィッチュ、フィッシュ、ビレッジ、グリムリーパーですね。絵本に登場する魚の王様と死神のコンセプトアート。魚の方は怪人モロをイメージしたもの、死神は人形使いドナをイメージしたものですね。うん。で、持っているドレスっていう、なんか死神がドレスを与えたっていうシーンありましたけど、あれがアンジーのこと言ってるのかな？かもしれないですね。で、馬ですね。で、絵本に登場する鉄の馬とカビの女王のコンセプトアート。鉄の馬はハイゼンベルクをイメージしたもの、カビの女王をミランダをイメージしたもの、本編と同じく満月をバックに少女を取り込もうとするシチュエーションを描いたということですね。はい。馬もこれ、馬っていうか、なんか機械馬って感じがしますね。はい、じゃ次。母親と娘が森に入っていく様子、絵本ですね。で、迷い込んでいる。娘が森に迷い込んでしまう様子。で、これから探しに来てですね。父親と母親が娘を助けに来る様子。はい。で、戦ってる様子ですね。絵本のコンセプトだって、父親がカビの女王と戦い、母親が娘を抱きかかえ脱出する様子。うんうん。あ、で、絵本読んでる姿ですね。いいね。プロローグのコンセプトだって、ローズに絵本を読み聞かせるミア。うん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 。おお、最初は玄関で殺される予定だったんですかね。なるほどね。クリスがミアを殺害するし、なかなかグロテスクですね。で、待てって言ってるのか。え、待って、でも右手これ、なんかめっちゃカビってない？ローズがさらわれるシーン。ビレッジの開発でスタッフがゲームのシーンのシミュレーションを分かる、キービュアライゼーションという主観視点で切り取ったアートを描くようにしていた。なるほどね。さすがプロの仕事は違いますね、本当に。で、ワオ！最初のシーンですね。こんだけ一気に囲まれたら初見プレイで死にますよね、それ。村編のコンセプトだと、それまで試行錯誤していたビレッジの開発の中で一番初めにサバイバルホラーを印象付けたもの。こっからライカンが生まれた。うん。すごいな。別芸に見えるね。おー、壮観。村の前景のコンセプトだと、開発初日に描かれたもの。バイオハザード7の館物ホラーと比較して、村ホラーという広大な印象を出しながらも、閉鎖的なお化け屋敷感を演出するために高い山々で囲う狙い。うん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 。で、最初に入った、あれかね。チーム内でまず、レンダリングの品質水準と手法の指針を決めるために描かれたもの。レンダリングって何なんだろうな。まあ、ググってみてください。右下の方に白いおもちゃん。あれ、本編だったら黒い馬に変わってましたね。で、共同墓地かな。墓地の向こうに巨大な風車が見える。うん。で、最初のドミトレスク城の入り口ですね。ドミトレスク城の城門前、門には昔悪魔からこの村を救った巫女のレリーフが刻まれている。そこら辺の話ってあんま出てなかったけど、どんな話は、なんかあるのかね、裏の設定とかね。で、続いて、ここは、ルイザの家へと続く畑が描かれている。カカシとは別にこの村の守り神であるヤギの骨であしらった眉毛が多く建てられている。なるほど。じゃあ次。はいはいはい。村の根性、ライカの襲撃によって避難を余儀なくされた村人たちが集まっている。子供はいなかったね。まあ子供がいたらさすがにそれをどう扱うかっていうのが難しかったんでしょうね。うん。まあ確かにこんなダウンロードがありましたね。はい、じゃあ次行きましょう。
来館の巣なのかこれ。なんかすげえ左下の方、あの2人の来館が肉をこう争ってるけどね。ライカのコンセプトだと野蛮で粗暴な印象のライカンだが、普段は群れで生活しているのが伺える。開発中ライカンの生態姿勢など当初のイメージとゲーム的なバランスを取って決めていくのに、取って決めていくのに一番苦労した、まあ、確かにな、まあ、ライカンの巣なんかでね、こうそれぞれが争わずにね、あの自分の獲物は自分の獲物で食ったりとかしたから、まあ、集団性としてはいいんでしょうね、まあ、もうちょっと連携性のあるゲームキャラだとしたら相当苦労したけどね、プレイヤーからすると。はい。でマザーミランダ裁判を始める。で左が検察官で右が弁護士ってか。でモローが被告人ということですね。はい。裁判シーンのコンセプト裁判シーンでしたね。過去数々の異端者を審判するために都度集会が開かれている。ミランダを中心に左からドミトレスク夫人、ドナー、モロ、ハイゼンベルクが並んでいるが、ソワリーチなどはそれぞれの立ち位置やキャラクター性を考慮して決めていったということですね。はい。じゃあ次、城のコンセプトアート、誰か連れてかれてるね。城の前には夫人の趣味であるワインのブドウ畑が広がっている。町の娘たちに村の絆が連れ去られるっていうのが垣間見える。うんうん。なるほど。じゃああれ、ブドウ畑ってワインのためのあれだったんですね。あ、出た。おー、ちゃんとパイパイがある。城のコンセプトアート、四天使の像のカット、ドミトレスク城内は不気味さもありながら、官能的な装飾や造形品が彩られている。はい。あれ、こんなとこあったっけ。城のコンセプトアート、衣装部屋のカット、白と赤を基調としたデザイン。あれ、こんなとこあったっけ。なかったよね。まあ、衣装変更してもね。あれだもんね。あ、出た。テイスティングルーム、地下のテイスティングルームのカット、ドミトレスク城では犠牲者の血を飲み物としてワインを作っている。ほう、もうワインなのか血なのか分からなくなってくるね。で出た、地下、地下のワインセラーで夫人がこちらを見ているイメージ。怖え、怖えな。でこれが、あー、はいはいはい、コレクションルームですね。様々な宝物や美術品が並ぶコレクションルーム。当初この部屋で迷宮模型を遊ぶ設定だった。ここにね、あのモライカが一体いるっていう設定ですね。はい。で、あ、鉄、デスマスク台座。デスマスク。白は、いや、左は仮面の台座、右は鉄格子の鍵とドアのデザインっていうことですね。うん。じゃあ次行きましょう。ここは、あれだね、沐浴の部屋ですね。白のコンセプトアート、沐浴場の最終デザイン。貴婦人、侍女、地主、農民の像が並んでいる。農民たちから作物を搾取した地主は、侍女にそれを届け、最終的に貴婦人の元に届くというもの。ね、夫人の死、顔、怖っ。夫人の死が描かれている。最終的にミランダとの電話やり取りが加えられた。で、はいはいはい。鍵ですね。ドミトレスクの鍵のデザイン。家紋を使い、あの女性らしておりました案がいくつか出された。最終的に一番シルエットがユニークになるものが選ばれたということですね。ほう、こんなにいっぱいあったんだ。で、鍵ですね。ドミトレスク城の鍵ですね。ドミトレスクのドアのデザイン。鍵のデザインと合わせていくつか案が出された。最終的に文章が分かりやすいことと一番官能的な要素が散らばれたものが選ばれた。うん。ほう、入ってき方が、あー、これかっこいいね。城のコンセプトだと、夫人が爪を使って地下牢を破壊していくシーン。うん、で、あ、モロアイカのところ。え、こんな剣なかったけどな。屋根上に上がった時に飛行型の敵と戦うシチュエーションが想定されていた。こんな剣とかも使えたらいいけど、実際使えるのはライトセーバーだもんね。うん、で、はい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 。礼拝塔内ですね。夫人との最終決戦の場である塔の中が描かれている。もともと使わなくなった当時の兵器や武器などが放置されている場所の設定だった。で、あ、探検ですね。最終的に上のやつなのかな。夫人が変異するきっかけとなったナイフのデザイン。昔ある男に暗殺されかけた夫人は、この自分にとって脅威となるアイテムをその男の遺体とともに離れた塔の中に封印したという設定で散策した。最終的に一番シルエットがユニークで、花のディティールが多く散りばめたものが選ばれたっていうことですね。皆さんどれがかっこいいと思います？戦いやすそうな右下かな。はい。じゃあ次行きましょう。霧の谷のコンセプトだと、なぜかこの周辺は霧が濃く、この先にドナの住む人形の館がある。当初ここで帰り道に方々の吊り橋から敵に襲われるシーンも考えられていた。まあ、実際、なんだっけ、ビリッジオブシャドウではね、ライカー2匹がね、あの、弓を撃ってくるっていうシーンありましたね。撃ってくるシーンっていうか、撃ってきたんですよ。怖かった。ベリミエント邸内敷地内のコンセプトだと、人形の館へと続く庭園のイメージ。
で、あ、墓地ですね。ベネビエント邸敷地内のコンセプトだと、花壇の真ん中に大きな墓石が建てられている。その周りにある墓は人形が壊れた時にドナが建てたもの。黄色の花はドナの能力である幻覚に作用するもの。なるほど。こいつのせいでベビーが出てきたってことですね。じゃあ次。ベネビエント邸ですね。館の外観や構成は初期段階からイメージは変わっておらず、割と丁寧に品質向上に時間を割けていた。また開発初期では人形の館ではない診療所という全く異なる設定だった。ドナーも村の医者だったため暗示人形も存在しなかった。元はこの滝でベネビエント一家が投資自殺を図っていたなど、恐ろしい過去の事件を描く舞台装置としても考えられた。ほうだとしたらそれ相当やばいね、村の設定。あ、それはそれで面白かったかもしれないな。次出た。あ、ほんとここ入った時マジビビったわ。ベネビエント邸のコンセプトアート、地下の人形工房にミアを模した人形がよく立っている。大枠の印象は同じだが、アンジー人形が最終デザインのものではないものが確認できる。うん。なんか、どちらかというと、なんだっけ、チャッキーに見えるよね。うん、チャイルドプレイのね。で、ミア人形ですね。ミア人形のデザインが、デザインコンセプトパズルができるからくり箱のようなものを目指した。また企画当初は人形ではなく、この部屋そのものが遺体安置所で、ミアも遺体としてよく、その、おお、なるほど。まあでも人形に変えてよかったんじゃないですかね。で、漁村エリアのコンセプトだと、モロが実験のため遺体を探しているところに遭遇するシーン。うん。で、風車。で、漁村エリアのコンセプトだと、風車から地下に入る構想は初期の段階から決まっていた。また、そうして漁村エリアのコンセプトは、ビレッジで最も気持ち悪い場所というテーマがあったので、キャラクターデザインだけでなく、背景やギミックデザインなども気持ち悪い要素。気持ち悪いっていう、その、本当に気持ち悪いっていうね、ウジ虫とかがうや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 してましたからね。で、モロが出てきたと。漁村エリアのコンセプトは、モロが登場するシーン、位置関係的に遠くにハイビゼンベルク工場も見える。あ、右上の方ですね。想定していた欧州地域では漁村というものが考えにくかったため、水没した村を漁村と銘打つことにした。確かに海のない国が多いですからね。うん。もともと、どこの国だったっけな。あー、ど忘れした。ど忘れしたけど、そこの国を調べてみても多分海なかったんじゃなかったかな。はい、じゃあ次ですね。あ、クランクですね。神話の怪物であるクラーケンが描かれている。あ、そうなんだ。へぇ。今度プレイするとき見てみよう、クラーケン。で、水門ですね。毛種水門で水を抜くというアイデアがあったため、水没している部分とそうでない部分を描き分ける必要があった。また当初ハイゼンベルク工場に向かうのは、遺跡の橋ではなく、四貴族の家紋で起動できる水門を渡っていくという予定だった。じゃあ次行きましょう。あ、急にここになるんだね。壁画の間、預言者と出会うシーンのコンセプトアート、ここで装飾の鍵を入手する。うん。あ、ここはなんか肯定感なくなったね。はい。あ、ここに現れる予定だったのかな。かつてこの村を起こした4人の使徒が聖杯を守っていたことを表している。なんか、あれだよね、こう、なんか週末の民みたい、谷みたいな感じでしたね、ナルトのね。うん、じゃあ次行きましょう。ほい。で、遺跡の詳細ですね、聖杯が台座に組み込まれている要素が描かれている。黒い翼の鍵は村の象徴である紋章と紐づいている。飾り絵とかね、貴族の家紋を聖杯に置くと、太陽の固定爪が開く。4貴族の家紋を全て配置したら、聖杯主体をキーアイテムとして取ることができます。うん、で、あれでね、遺跡の門。遺跡へ通じる門のコンセプトは、右手にベネビエント邸へ通じる階段、主に、あ、奥に4貴族の遺跡が垣間見えると。はい。で、続いて、四つ辻の広場のコンセプトアート、円形の台座を中心に十字エリアが広がっていくのがわかる。あ、この時点では、屋根があったりとかしてるけど、デュークの場所はないっていう設定なんですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、BSA。バイオハザード7のものから装備デザイン、エンブレムロゴとともにマイナーチェンジされている。背中のハイドレーションパックもオリジナルでデザインが起こされている。今回登場した BSA は、ダラック、腐敗した組織となり、新たなテクノロジーで生み出された兵士だったという設定。本当、この正体を探っていくっていうのが、まあ、9につながっていく話なんでしょうね。で、続いて、製材所、製材所、ああ、あれか、お肉食べ食べのところですね。元は村人たちが使う製材所だったが、ライカンの蹂躙により支配されてしまって、されてスクツとかしてしまったということですね。はい、次。森の砦で1。森の砦のコンセプトだと、ライカンたちの住処が描かれている。ライカンはゾンビやガナード、マジにいない知能や機動力が個性なので、それを生かした地形作りがテーマだった。まあ、確かにピュン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 飛んでくるもんね。あれ、右下の絵の佇んでるのって、なんかどっちかというとクリスっぽく見えるね。で、はい、2。
ライカンたちの住処、初期の頃から縦に広がる空間を使ったゲームプレイが想定されていた。本当にここ初めて来た時、何体出てくんのって感じでしたね。工場か。ハイゼンベルク工場のコンセプト、あとハイゼンベルクの工場へとつながる遺跡の橋。元の設定は工場の横の右手にある遺跡の祭壇へ渡るためのもの。はい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 。じゃあ次、脱出ルーム。狭い通路を無理やり破壊しながら進む出ルームが描かれている。これはなんか、チェーンソーというよりはほんまにただの、プロペラの刃って感じですね。じゃあ続いて、オーデターは突き落とされていくシーンね。右上が気になるな。なんか作ってんだろうね。コンセプトだと、大空洞とハイゼンベルクに蹴り落とされるイーサンが描かれている。うん。あ、はい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 。これは樹造台っていうのかな。まあ、鋳型とも言うけどね。うん、鋳型から物を作る樹造機が描かれている。開発初期の段階からこのギミックを使って鍵を製造するアイデアが決められていた。で、続いて、貯蔵室。ハイゼンベルクの工場のコンセプトあった。元は貯蔵室でもあるが、ハイゼンベルクは実験用の遺体を改造するためにも使っている場所。ここから機関区に通じる隠し部屋にもつながっているということですね。うん。これ、シャドウ・オブ・ビレッジやったとき、ここに、シュツルム・パンツァーが、シュツルムじゃねえや、ゾルダード・パンツァーが、こうね、佇んでてね、はって思いましたね。いきなりそんな設定みたいな。めっちゃ怖かったですよ。うん。なるほど。ハイゼンベルクの工場コンセプト、あとピストンが駆動している機関区が描かれているということね。はい。まあ、ここのね、なんか、あれ、モロアイカって名前じゃないんだよね。確かね、あの男の人だしね。なんて名前なんか忘れちゃったけど。ハイゼンベルクの工場コンセプト、これなんていうものだったっけ、破濁シャフト機があるステージ。ゾルダードジェット初期デザインで当初はより縦横無尽に飛び交う戦闘に出た。いや、あれ以上縦横無尽に飛び交われたらもうどうしようもねえよ、ほんと。はい、ハイゼンベルクの鍵。ハイゼンベルクの鍵のドアのデザインのイメージ。ハイゼンベルクの家紋のようにイメージは力強い徹底と、蹄鉄と馬のイメージからデザインが起こされている。ですね。ハイゼンベルク戦開始。工場コンセプト、ボス戦への流れが描かれている。地下の大空洞から戻ってきた際、天候は雷雨に変わっており、時間帯は夕方から夜に進んでいるイメージ。大枠のイメージは設計や開発初期の頃からまとまっていた。うん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 。だいたい夜が明けていくってイメージですからね、バイオハザードって夜に始まってね。まあ昼から夜にかけてっていうのは4とか5に近かったですけど。じゃあ次。おぉ、手法を発射したことですね。開発初期の頃から戦車に乗り戦うイメージで進められていた。当初は単なる打ち合いではなく、鉄塔を破壊してハイゼンベルクに倒すなど大掛かりなギミック攻略も。ああ、そっちの方も面白いかもしれないね。ただ打ち合うだけじゃなくてね。まあまあ今回の戦いも面白かったですけどね。シャドウブリッジは相当難かったけど。じゃあ次。ボス戦2ということで、ハイゼンベルクの工場は庭にスクラップや乗り物が放置されている、それを利用して攻撃を仕掛けてくることが考えられた。うん。で、続いて、クリス編行きましたね。クリス編のコンセプトあった、村でライカンや BSA と三つどもえの戦いになる様子が描かれている。結局 BSA 出てこなくてライカン一本で素人や戦ってましたもんね。はい。で、続いてかな。あ、なんかライカンが生えている。木遁分子みたいになってるけど。赤い月をバックに儀式が最高潮になるにつれて村の禁止が進んでいく。植物のように伸びる金の宿舎、ミランダの儀式によるライカンたちを取り込んでいき、さらに村は混沌と、あ、生えてるんじゃなくて取り込まれてってんのか。なるほどね。で、続いて金婚ですね。クリスのコンセプトアート、遺跡の中の巨大な金婚が描かれている。細かい寄生体が塊、寄生体の塊が密集して巨大な胎児のように見える。菌糸は地中から地表に向かって伸びており、すべての発端がここにあることを示している。数百年前からここに根を張り、ミランダはこれを発見して教祖にまで登り詰めたと思われる。遺跡を抜けるとミランダの研究室があり、そこで本物のミアが捕らわれているのがわかるということですね。はい。では続いて。で、儀式のシーン。ラストチャプターとなるイーサン編最後のコンセプトアート、儀式でミランダがローズを捧げている様子。4人の王の遺跡も禁止化が進み、悪魔が翼を広げたように見える。まあ、まさかあそこがね、ボス戦の場所になるなんて思わなかったですよね。うん。なんか、いろいろあれだね。顔が生えて、取り込まれたライカンたちの顔がありますわ。で、ミランダ。あーん、バスト見ちゃいい、あーん。イーサン編最後のコンセプトだと、壁に包まれた儀式場でミランダ編員と戦う様子が描かれている。ビレッジではデッキデザインの際も主観視点でどう見えるか考慮しながら進めていく。キービジュアライゼーションはゲームプレイをシミュレーションする重要な手がかりになる。はい。で、続いて、あーん、相変わらずバスト見ちゃいい、あーん。雲型で移動するところですね。はい、続いて、ポン。で、空飛んで、はぁ、ついにバスト、どうぞ見てください、私のお父。はい。ミランダが飛行形態で移動する様子。はい。で、最後、去っていくシーンですね。イーサン、クリスと共に逃げるイーサン。ローズを逃がさないために、
巨大寄生体と融合したミランダ過去暴走が背後から押し寄せる。ミランダ過去暴走は村のカラスの紋章にも見える。ああ確かに確かに確かに、私欲の退治の鍵のポーズみたいに見えるね、うん、あでローズですね。ピローコーセット。成長したローズは両親が幼い頃に読んでくれた絵本とイーサンへの超過を持参しているのが絵本。超過だったっけ。ジャケットや指輪などはイーサンの片道でクリスが受け継いだもの。あ、え、いつの間に指輪取ってたんだろう。で、続いてですね、エピローグのシーンですね。うん。なんか、左下のあれだね、コンバースに見えるけど、まあまあ気のせいですね。バスで親子を見た後、墓地へ向かう。イーサンに挨拶をした後、護衛らしき男と揉めるローズが描かれているということですね。はい。で、ここから武器ですね。左からレミ、ハンドガンは V61 カスタム、パイプ手榴弾、下はハンドガン V61 カスタム、全装状態ということで、なんか、すごいな。ハンドガンあんな風になるんだね。じゃあ続いて、はい、武器。ウルフスベイン、ショットガン、グレネードランチャーですね。そうそう、グレネードランチャーとかね、各武器のその装飾がすごい今回かっこいい設定が結構多いんですよね。うん。スナイパーライフルはフランス製のボルトアクションライフルっていうのですね。まあやっぱボルトライフルではね、男の憧れっすよね。うん。で、あ、ちょっと待って。M9、これなんだったっけな、なんかそういう武器の名前があるんですよ。あ、忘れた、忘れました。次。で、あれですね、ハイゼンベルク戦で使用する自走砲、砲台は無反動砲で車体を固定している。スーパーチャージ付き大型エンジンを搭載、機体は大型のものに取り付け替えられているということですね。あ、これで戻ってきましたね。おお。これで全部見ましたわ。いやー全部見ちゃった。いやーすごかった。あ、そうか。ということでね、40分もコンセプトアートにお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。コンセプトアート120枚でこれだけの時間かかるってことは、次のフィギュアは、あ、なんか手に入れた。はい、あす。フィギュアもね、120体あるんですわ。相当な時間かかりそうだと思うんですけれども、まあ、最後までね、ご視聴いただけると非常にありがたいと思います。なんかね、こうちょろっとやるだけで、なんかね、赤いのが消えちゃうみたいなんでね、まあ、そこはちょっと注意しながら進めていきたいと思います。ということで、次回フィギュアもお楽しみください。バイバイ。